い、今日はね、うちの店にゲストが来てくれました。はい、はい、じゃあ自己紹介お願いします。現役女子大学院生の週末落語家、宝生亭ゆうすいと申します。はい、ゆうすいさん、お願いします。はじめましてですかね。はい、はじめましてですね。大学院生落語プレイヤーと。はい、ね、はい、だいぶレアだよね。はい、でいつからなさったんですか。中学生から落語を始めて、はい、中学生から始めて足掛けじゃあ8年ぐらいだ。はい、おわーすごいね。主に活動フィールドはどこなんですか。は山形県内を主に活動してるんですけど、はい、でも多いのはやっぱ山形市ですかね。まあそりゃそうだな、そうだな。個人的にはその男性の落語プレイヤーっていうのは多々いらっしゃるのは存じ上げてるんですが、女性って珍しくない。珍しいですね。ね、なかなか。はい、なんでやろうと思ったの。中学校の国語の授業で落語をやったんですよ。まあ、その時は一人で一話話すわけじゃなくて、班で5、6人で一つの話を話すみたいになったんですけど、まあ、そこでハマっちゃって。その中学校の授業、グッジョブだね。本当になんかもう今落語の授業ないみたいで、ラッキーにも。どの科目でやったのそれは。国語です。伝統話芸をしろみたいな中で落語をやって。その先生がすごいね。はい、本当に感謝です。はいはい、ゆうすいさんを見たかったらどうやって調べるのかな。私山形落語愛好協会っていう会に所属しているので、もうくまみずって検索していただくと出てくると思います。だとまあネットで調べましょうと。はい、はい、ネットでネットで調べてくださいと。はい、で一般的な発信はどこでしてるのか。一般的には、まあ、Twitter と SNS にはちょっと私生活というか載せてはいるんですけど、非常にこうポテンシャルの高い女性の落語プレイヤーということなので、はい、まあしばしですね、何本かに分けていろいろ聞いてみたいと思います。はい、なさってる SNS のアカウントは概要欄に貼っておくのでちょっとチェックしてみてください。お願いします。はい、ということでゆうすいさんとコラボ1本目でした。はい、ありがとうございました。